世話になります。ガチのやつです。はい、ということで今回はですね、1ヶ月に1回来る、1歳馬の、まあ今年から、愛馬の仲間入りしてくれた6頭のですね、情報がですね、これまあ当面の間は毎月1日に来ますんで、まあ10月1日に来たこの情報をお届けしたいなと思います。はい、まずはですね、クレアドールの23ということで、はい、こちら、在給場所はノーザンファーム空港ということで、はい、その担当者のコメントです。イヤリングで右目の下あたりが腫れてしまったようですが、9月6日にこちらに移動してきた時にはすでに問題ありませんでした。現在はロンギバでの順治を行っており、近いうちに販路や周回コースのスクーリングを行う予定です。性格はおとなしくて落ち着きもあり、扱いやすい馬ですね。買い場もしっかりと食べられてますし、今のところ特に不安な部分はありません。それほど心配せずに乗り込んでいけそうですが、今後も体調の変化や足元の状態などには十分気をつけつつ、成長を促しながらしっかり進めていければと思います。馬体重は462キロですということで、まあ順調のようですね。はい、まあクレアドールの23、まあ能力はね、僕があると、まああの兄弟をね見ても、能力はあると思いますし、まあレイデオロの牝馬っていうのは走らないっていう、まあありますけど、まあ、走らないレイデオロの牝馬って基本的に華奢な、馬体のちっちゃい馬なので、このクレアドールに関しては現時点でも462キロあるんで、まあ能力がフルに発揮できる馬だと僕は思うんで、はい、まあ順調で何よりですし、今後もね、十分期待できる一頭やなと思います。はい、続きましてはですね、レディーホークフィールドの23ということで、はい、こちらノーザンファーム空港、その担当者のコメントです。9月13日にノーザンファーム空港へ移動してきました。現在はロンギバで順調を行ってますが、環境が変わったことで少し体が寂しくなってしまいましたので、様子を見ながら進めています。もともと足がスラッと長くて線を細く見えやすいタイプではありますが、会話食いもまだ物足りませんね。順治の進行具合としては人がまたがるところまで進められていますが、人に対して強く当たってきて精神面の幼さを感じさせます。ただ走りの質は良くてセンスのあるところを随所に見せてますので、馬体と気性の成長を見ながら大事に育てていこうと思います。馬体重は408キロですということで、まあ先月がですね433キロでした。はい、なので、まあ、25キロぐらいですかね、減っちゃいましたね。はい、ただまあこれ、空港牧場に、移動しての話なので、まあこれはね、会話組も安定してくればですね、まあ順調に、馬体重も増えていくと思うんで、はい、まあそこに関しては心配しなくていいと思いますが、ただね、人に対して強く当たってくる、うん、この気象面の幼さ、これがちょっとね、僕は心配やなと思うんで、まあこの一冬越えてですね、気象面も成長してくれればですね、まあ走りの質は良くてセンスはあるということなので、はい、まあ期待できるんじゃないかなと思います。まあとにかくこのレディーホークフィールドの23は気象の成長待ちっていう感じですかね。はい、続きましては、ウィキッドアイズの23ということで、はい、こちら、在給場所はノーザンファームイヤリング、そのイヤリング担当者のコメントです。この中間も順調に放牧と順調を行っていましたが、予想以上に虫が多く発生した影響を受けて運動量が増えすぎてしまいました。ですので放牧時間を短くするなど運動過多にならないよう注意していました。馬体や気象面に大きな変化はありませんでしたが、ストレスによる皮膚病が出ていた時もあったので、焦らずに心身のリフレッシュを意識して進めていました。その中でも体重が右肩上がりに増えてきているのはいい傾向でしたし、10月1日にいい形でノーザンファーム早北へ送り出すことができました。馬体重は415キロですということで、まあ無事ね10月1日にノーザンファーム早北へ移動できたんでね、まあまずは一安心かなと思います。はい、まあ移動できたってことはこの皮膚病に関してはまあ問題なかったんでしょう。はい、まあちょっとね、この今年はね、この虫の大量発生っていうのがね、いろんな馬で見受けられるので、まあ、これがどんな影響出るのかちょっと分かりませんが、ただ虫を追いかけ回したり追いかけられたり、まあそれで運動量が増えて野生気味になってる馬がどうやら僕が出資してる馬以外でもねちょっと多いみたいなので、
まあこれがね先々に影響しなければいいなっていう感じです。はい、まあ虫もね涼しくなれば減っていくんで、まあそんなずっといるもんじゃないんで、まあ問題はないとは思いますけど、はい、まあここはね、まあノーザンファーム、早期待、まあ場所も変わりましたしですね、まあ新規行って頑張ってほしいなと思います。はい、続きましてはムーンライトダンスの23です。はい、こちらノーザンファーム空港、その担当者のコメントです。この中間は週1回販路コースでスクーリングを2本行っています。販路コースで乗る段階まで進められていますが、乗っている感触は体や気象面を含めてまだ幼いですね。移動時と比べると体はしっかりしてきたと思いますが、まだ小さいですし成長を促していきたいですね。また元気はありますし前向きさもありますが、遊ぶところがありますから人の指示に意識が向くように教えていきたいです。なお首周りに皮膚病ができてましたが、程度としてはそこまでひどくないので問題ありません。疲れも見せず取り組んでくれていますが、あまり詰め込みすぎて気持ちに余裕がなくなってはいけませんから、タイミングを見て一息入れることも検討しています。この後も状態を確認しながら進めていきたいと思います。馬体重は435キロですということで、まあこの時期なんで435キロあればまあまあそんなに問題はないかなと思います。まあデビューの頃には450、560キロ、まああればね、まあ十分だなと思うんで、はい。ただまあね、このアルアインサンクなんで、ちょっとアルアインサンクって基本的に気持ちが後ろ向きな、馬が多いので、このね書かれてるように、詰め込みすぎて気持ちに余裕がなくなってはあかんっていうのはね、これは本当大事なことやと思うんで、まあ一旦一息入れることも検討してるっていうのは、いいことだなと、思いますんで、はい、このまま順調に成長してほしいなと思います。はい、続きましてはオーロラエンブレムの23です。はい、こちらノーザンファームイヤリング、そのイヤリング担当者のコメントです。現在は夜間放牧と週2回はクラをつけてのウォーキングマシンでの運動を行ってます。夏の暑さに落ち込むことはなく、放牧と運動強化で筋肉にもメリハリが出ていい成長曲線を描けていますよ。体力がついたことで放牧地でも馬体を使って走れるようになり、継続して負荷をかけることができています。性格はやや気の強いところを出し始めていましたが、今のところ手に負えないほどではありません。いつ移動の声がかかってもいいように体力面と精神面の向上に努めてまいります。馬体重は432キロですということで、この情報の後すぐですね、10月3日にですね、無事ノーザンファーム早北の方に移動が完了しましたんで、はい、まあこれでですね、全馬、今年出身全馬ですね、無事育成牧場の方に移動ができたとなります。はい、まあオーロラエンブレムの23は本当血統がいいんでね、はい、まあ本当期待してるんで、まあこのまま順調に育ってほしいなと思っております。はい、そして、最後ですね、シュペトレーゼの23ということで、こちらノーザンファーム空港です。その担当者のコメントです。移動してきてから行っていたロンギバでの順調一通り終えましたので、この中間にはスクーリングを兼ねてコースで騎乗しました。販路1本をハロン20秒で途半して、別の日には周回コースでキャンター 2500m を行いました。馬体に目をやると馬体重はそれほど変わりませんが、幅が出てきて腹回りもしっかりしてきましたね。この先徐々にペースを上げていった時に気持ちが入りやすそうではありますが、今のところ人に対して従順で手はかかりませんし、誰でも乗れるタイプです。まだこの時期の1歳馬らしく前に飲める感じの走りですので、自分で前後のバランスをとって走れるように調教を進めていきたいですね。馬体重は418キロですということで、まあこの馬もね、馬体がちっちゃいんですが、まあ一応調教されながらも4キロ、増えたんで、まあこちらも順調かなと思います。でこちらはまあ人に対して従順なんで、まあ気性は問題ないんじゃないかなと思います。はい、まああとはね、ちょっとまあもうちょっとね、馬体が成長してきてですね、まあここも書いてるように、まあ前後のバランスをとって走れるようになったらですね、この馬も能力はね、僕はかなり見込んでるんで、活躍してくれると、期待してるんでね、はい、まあ今のところ、順調やなと思っております。はい、まあ、そんな感じでですね、これが、今年愛馬の仲間入りしてくれた1歳馬6頭の10月1日の情報でした。まあ、次の情報はですね、11月1日に多分なると思うんで、またね11月にお届けしたいなと思ってます。はい、まあ、とにかくですね、1歳馬も順調に、全馬育成牧場の方に移動しましたんで、早ければ来年のデビューに向けて着々と成長していってくれたらなと
思います。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。